エネルギーナビゲーター、大畑晴美がお送りする星を見つれずる作93。今日は新月と満月の願い事、2018年2月15日、16日、水亀座27度07分、新月日食のメッセージをお届けします。はい、皆さん、こんにちは。大畑晴美です。お元気でしょうか？今日はですね、US 2月の5日ですけれども、私はあと1日ちょっと7日の日にですね、いよいよ日本に向けて出発します。いろいろなことの準備があるので忙しいんですけれども、やっぱりこの新月日食ですからね、やっぱり皆さんにちゃんとエネルギーナビをお届けしたいなと思って、今日今頑張って動画作ってますけれども、まず最初にこの日食の日ですよね。日食が終わった後ですね、まず日本のでのこのジャパンプロジェクト2018年がその日食の直後に始まります。16日17日マービス先生と一緒にですね、皆さんと本当に貴重な時をひとときを過ごせたらいいなと思っています。今のところですね、100名入る会場を借りてるんですけども、おかげさまで今延べで85名ぐらいの方が登録してくださってますので、全員の方が両方申し込んでるわけじゃないの でまだ若干お席ありますけれども、そして2月に入ってからは通常料金だけになりますけれども、もしお考えになっているようなことがあったらですね、マージ先生本当にこの今インドにいらっしゃるんですけれども、インドで本当に世界中のアストロジャーが集まったコンベンションがあったんですけれども、カルカッタで、そこで先生はね、表彰されていました。やはり貢献度が高いということで、本当に世界的にrenowned、ね、本当に評価をされている先生が日本に初めて来てくださるので、ぜひぜひ皆さん16日は、朝夕方6時半からですね、8時半ですね。そして、17日の方はですね、1日かけて10時から4時まで。そしてこの後懇親会がございます。懇親会の方もですね、皆さんたくさん申し込んでくださって、今40名以上になってますので、もうそろそろ会場の手配をするために締め切りをさせていただこうと思ってますので、会場は、茅場町の駅前のハロー会議室を借りています。よかったらぜひぜひいらしてください。そして、無料ウェビナーですね、Facebook じゃない、ごめんなさい、 YouTube の方に動画上げてますので、まだご覧になってない方はぜひご覧ください。料金は金曜日の方は1万2000、ワークショップの方は3万9000になっています。両方とも出てくださる場合はですね、一括割引で 5% 分にさせていただきます。この無料ウェビナーね、を見てくださった方は1月まででしたら特別料金だったんですけどね、ごめんなさいね、今からはちょっとそうなってしまいますけれども、それでもあえてですね、やっぱり行こうかなと思った方はですね、ぜひいらしてみてください。それをしてもですね、十分が価値があるような何か大きなね、ヒントを受け取っていただける一日になると思っています。さあ、いよいよ新月のお話になっていくんですけれども、その前に皆さん、この間の1月31日のパワフルなスーパーブルーブラッドムーンですね、一番すごく大きなスーパームーンで、その上、今年はですね、お正月早々フルムーンから始まってますね。 US の場合はお正月1日がフルムーンでしたけど、日本の皆さんは2日でしたね。でももうほとんどもうお正月早々フルムーン、そして最後のフルムーンもう一度来たのが1月31日、これは日本もアメリカも同じ31日でした。で、同じ月にカレンダーの月に2回フルムーンがあるときにブルームーンと言います。2回目の星を、月をね。そしてこれが皆既月食でしたね。私と葵ちゃんはジョシュアツリーナショナルパークというね、本当にここから2時間半引っ込んでると3時間ぐらいかかるんですけども、車でですね、初めて前からずっと行きたかったところなんですけど行ってきて、寒い寒いと震えながらですね、本当に素晴らしい宇宙のなんていうんですかね、ファンタジーを見させていただきました。で、アメリカ中でね、コスタリカにいた仲間も5人ぐらい集まったし、やっぱり本当にこうライクマインドな自分のこうトライブっていうんですかね、アストロジーを本当に特にシャーマニスティックにね、実際に星をしっかり見ながらエネルギーを感じ取っていこうとしている仲間たちが集って、本当に楽しい
一生忘れない思い出ができました。そこで私もですね、しっかり次のステップをアファメーションしてきました。この動画でもね、皆さんね、私のエネルギーナビで皆さんにお伝えしてますけど、満月はとにかくこう願いが叶う、なんていうんですかね、私たちが新月にまいた種が実る時です。特にこの1月31日の満月は月食でしたから、去年の8月の終わりの方にですね、22日だったと思いますけれども、日本は23日だったかもしれませんけども、獅子座で2回目の、新月で100年ぶりに全米で見える皆既日食がありました。で、その時に皆さんがアファメーションしたものを刈り取るタイミングはこの1月31日でした。で、しっかり実りを受け取って、そしてですね、今ちょうどサソリ座がね、去年の11月10月の終わりか11月ぐらいからですね、サソリじゃない、木星がサソリ座に入っていって、たくさんの私たちに、感情の奥の奥の奥にしまっていた、もう何世代もの間、私たちが何回も生まれ変わる間にずっとしがみついてきて抑圧してきた感情を表に出してくれるようなエネルギーが満ち溢れていますから、たくさんのいろいろな感情が出てきていると思います。そういった感情もしっかり感じきってですね、そして感謝をして、とごくんと飲んで消化をしてね、そして手放していくという作業をする中で、これからこの皆さんの場合15日ですね、US は16日ですけれども、この月食でですね、今度は日食で、新月ですね、新しい種をまいていく時が来ていますよ、ね。本当に今とてもパワフルな時です。2020年までの大きなシフトをするエネルギーを17日のワークショップで、マウリ先生もお伝えしてくる、ごめんなさい、16日のワークショップでマウリ先生もお伝えしてくれると思いますけれども、私も有料ウェブナーの第3回でですね、詳しくご説明してますけれども、その幕開けがね、この1月の31日、そして今度の日食だなと思います。ここをね、ちゃんと意識して取り組むか取り組むないかで、2020年の12月22日から21日からその頃に土星と木星が揃って水瓶座にイングレスしていくタイミングで、本当に大きなシフトがエネルギー的に起こってきますけど、その頃皆さんが本当に自分らしく生きていられるようになるかならないかは、今しっかりと足元を見てですね、ご自分の内側とよく向き合って、宇宙の大きな流れの中に自分のハートを開いて、その波に乗って生きていく生き方を始めた時に、大きくその2年後が変わってくると思いますね。それをお伝えしたくて今日も頑張ってるんですけども、早速新月データの方行きましょうね。もうここ見せてますけど皆さんにね、US はですね、15日の午後1時5分です。これパシフィックスタンダードタイム、カリフォルニアの時間ですね。日本の皆さん16日ですね、午前6時5分です。そしてそれから12時間ちょっと経った6時半からいよいよワークショップが始まりますね。1日目は2時間のセミナーですけれども、本当にまだ皆さんね、迷ってらっしゃる方、今からでも遅くないですから、まだお席があるうちにぜひぜひ、参加してみてください。今回の新月は水瓶座の27度7分で起こります。いいですか、ね。ちょっと、図をお見せしましょうね。これが、これパーシャル部分日食なんですけれども、日本では多分見えないですね。太陽が第一ハウスになってますから、まだ地平線の下ですから日本では見えないんですけれども、アメリカではどうかな。アメリカだと、太陽があるところありますけれども、アメリカで月食になるかどうか、ちょっと私ちょっと今回忙しくて調べてないんですけれども、はい、日本の皆さんの場合はアセンダントも水瓶なんです、座なんですよね。だからやっぱり ものすごくやっぱりこの水瓶座のエネルギーということをしっかりと理解していただくことが大事だと思います。そしてこの水瓶座の17度というのはね、私にとってはとっても特別な度数なんですね。このアセンダントの17度、実は私のちょっとお見せしましょうかね、先にね、この
アセンダントの17度というのは、私の月と太陽のミッドポイントといって、月と太陽があるところの真ん中の点を取ったところというのは、私の、まあ、自我を月も太陽も表すんですけど、ね、コンシャスネスアストロジーの入門コースを取ってくださる方は、今ちょうどカニ座に入ってきて月のお話をしています。カニ座はとっても大切なエネルギーなので、このワークショップのを終えてですね、日本に帰ってから、あ、ごめんなさい、アメリカに帰ってきてから3月にまた次の、セッション6でですね、カニ座についてはおいおい学んでいきますけど、そしてその次の獅子座が太陽ですね、この月と太陽がどういうことなのかというようなこともですね、しっかりお話ししていきますけども、この2つはですね、ホロスコープの中では自我、エゴを表すんですね。で、その2つの間を取ったミッドポイントというのは、この2つのエネルギーをこうちょうど混ぜ合わせたところの中間点であるんです。だからとても大切な感受点になります。で、今回ね、私のこの日本にいますよね、私この時。この時の日食は私のミッドポイントで起こってるんですね。で、ここの私の今回のね、27度という日食が起こるポイントというのは、私の冥王星が獅子座の26度で9ハウスにあるんですが、それの真反対になってるんですよ。まあ、反対26度ですけど、ほとんど重なってますね。25度、24分ぐらいですからね。で、17日の、ワークショップに来ていただく皆さんはですね、多分、丸井先生がこのお話もしてくださると思いますけれども、魂の、進化の、状況を見ていくというんですかね、ホロスコープ。ネイタルチャートを魂の進化という視点で読み解いていく手法の一番肝になる部分を春先生お話してくれますけれども、その時にとても大切なのがこの冥王星と月の濃度になるんですけれども、この冥王星のこのエネルギーをしっかり活用していくためには、進化していくためには、この反対側の冥王星のポラリティポイント、プルートポラリティポイントというところがとても大事になるんですね。そこで起こります。そしてこの私にとってはここ3ハウスなので、本当にね、皆さんとつながって情報発信をしていけるところなんですね。本当にこのタイミングでこういうことが起こっているというのは、私にとってもものすごくスペシャルなタイミングなんですけれども、皆さんにとってはこの27度、ね、水瓶座の27度どこになってるでしょうね。ね、日本の皆さん全体のコレクティブレベルで言えば、この17度がアセンダントになって、水瓶座にずらーっと星が来てますね。で、非常に近いところに今水星がいますので、このタイミングでやはりマインドが非常に強調されています。水瓶座も水星もマインドを表しますけれども、この水星はどちらかというとロジックを表す双子座と乙女座のルフラですね、どちらかというと左脳で非常にロジックでものを考えていきます。直線的な思考です。それが、水瓶座にあるということは、水瓶座はどちらかというと直感で、ユラヌスが、ね、冥王星、あ、ごめんなさい、天王星がルーラーですから、本当にね、今ここで何かしっかりとですね、自分の内側を見返りながらちょっと引いてですね、大きな視野でね、ものを見ていったときに、はっともう大きな気づきが得られるようなタイミングになってますね、これ。で、日本の皆さんの場合、第一ハウスですから、これはアイデンティティですね。だから日本の国家そのものもそうですけど、皆さんお一人お一人も何か自分に対しての大きな気づきは、私は本当にこんな風に生きたかったんだな、こういう風な自分でいたいんだなっていうようなことが気づけるようなエネルギーにあふれていますね。そして、金星も、もう魚座に入っててですね、この13度のですね、この海王星がずっとこう2011年からですね、自分 の支配している魚座に戻ってきて、とてもパワフルなんですけど、日本の皆さん、ここもですね、第一ハウスにあります。そしてノースノードのこの獅子座がちょうどこのディセンダントの直前なんですね。で、この海王星と、150度の、クイーンカンサクス取ってますから、本当に内側をしっ
かり見ていったときに、そして自分は本当にこうしたかったんだなってことを俺はジャイアンでしっかり表していくときにね、やっぱり宇宙の、そう、これはジャイアンをするんだけれども、宇宙の大きな、もっと大きな流れの中に自分をこう任せていくようなことを許していったときに、何か大きくですね、シフトしていけるようなエネルギーが私は感じることができます。そしてこの、水瓶座のルーラーである、この、ね、このチャートのチャートルーラーでもありますね、ユラヌス、あの天王星は5月に入ると、いよいよ牡牛座に入っていくので大きなエネルギーシフトになりますけれども、今はまだ牡牛座の25度にあります。そしてこの水星とぴったりですね、ぴったり60度を取っていますね。これもものすごく象徴的です、ね、あのやっぱりこの牡牛座の天王星というのは本当に自分はどうやっていきたいのという第一ハウスのエネルギーそのものですよね。でそれをね、ただあのなんていうのかな、あのちょっと客観的にね、ハートでワクワクしながら客観的に自分はどんな風に生きていけるんだろうということを、もっと良くなっていくため何ができるだろうということをよく見据えることで、いらないものは手放していく。ここにサウスノードが12ハウスにありますから、もうこれもとってもパワフルですけど、そんなようなことがとても大切なエネルギーになってきてますね、ここね。そして注目するのがこの12度の、伊手座の12度にある、火星です。ここが、何ですか、濃度とですね、綺麗な角度を取ってますしね、やっぱり10ハウスですからね、あのよしこうやって生きようといったときに伊手座はあれじゃないですか、自分の信念体験ですよね。だから自分が信じることに向かってですね、しっかりと取り組もうってエネルギーをもらってますから、そこをうまく使っていただくと、何か本当に大きくシフトしていける時が来てるだろうなと思います。この木星が、サソリ座で22度にいますから、ここがまたこの何て言うんですか、この、水星と、スクエア取ってますよね。ですからやっぱり何て言うんですかね、感情をしっかりと1月31日のこの素晴らしい月食で、いろんな感情が今奥の埋め込んできて、無意識とか潜在意識の中に埋め込んできてしまったような感情がぐーっと出てきてる時なので、そこをしっかり振り返ることで、この何て言うんですかね、直感で、あ、それはそれで全て良かったんだなっていうようなことを見ていける、このマインドと感情をいかにこうしっかりとですね、インフューズするというかね、折り合いをつけていくか、そういう作業が今大きくキーになっている作業だなとだろうなと思いますね。はい、ということで、ざっとですね、星はお話したんですけど、もうちょっと今日はあまり時間がないのでさっさと進みますけれども、アストロヌメロロジーのお話をしていきましょうか、ね、あ、ちょっとその前に ここですよね。ですからね、皆さんね、今ね、逆行してる星が一つもないんですよね。濃度は逆、星じゃないですかね、濃度は常に逆行してますけど、今回これステーショナリーレトログレードで、逆行というかステーショナリーですよね。だから今ね、本当にしっかりと種まきをするためのこの日食のタイミング、新月のタイミングでまでの間、今からまだもうちょっとありますよね、この間にしっかりとね、感情とこのマインドをこうアライメントを取っていくために、出てきた感情をしっかり受け取ってリリースするということをしながら、やっぱり私はこっちの方にこうやって生きていこうということをね、しっかりとアファメーションするということがとても大事なんです。で、水瓶座というのは天王星もそうですけども、やっぱりユニークさなんですね。いかに自分がユニークでいるか、自分らしいか、本当の自分らしく生きるということを、日本の皆さんはこれがアセンダントですから、もう本当にこの日食でしっかりと皆さんは自分がいかに本当の自分らしく生きていけるようになれるエネルギーが宇宙から来てます。そのためにはやっぱり今までずっ
っと自分の中でこう埋め込んできてしまったいろんな条件付けみたいなことをね、気づいてね、いろんなものを この新月までにしっかり手放して、そしてここで新しい種をまくということがとても大切なタイミングになってきます。それを今からアストロノメロロジーでお話ししていきたいと思うんですけれども、2018年は2たす0たす1たす8で、比数学ヌメロロジーではこれ全部足すと11になるんですね。ですからこの2018年というのは11というマスターナンバーの年になります。ですからマスターナンバーの場合、普通はリデュースといって1たす1で2にはしないんですけども、一応2のエネルギーも入ってきますけれども、この11というのはとても厳しいエネルギーではありますね。で、前回の1月31日の月食は獅子座の11度でありましたね。で、その時の動画で私詳しくお話ししてるんですけども、この2018年は11、そしてこの間の獅子座の、満月ですね、太陽の方は水瓶座の11度になりました。ですから11が2つありますよね。そして水瓶座そのものがゾディアックで12サインの中で11ハウス、11番目のサインなんです。ですから水瓶座そのものも11のエネルギーを持ってるんですよ。で、11のエネルギーっていうのはどういうエネルギーかというと、非常にスピリチュアルな、まあ、バランスも取っていくんですけれども、もうやっぱりここはね、いかに一人一人自分がオーセンティックに自分らしく本当の自分でいる、自分のインディビジュアリティ個性をですね、をしっかりと磨いて、勇気を持ってそういう自分を外側に、なんていうんですかね、表現していくエネルギーが11なんです。ね、水瓶座もは5ハウスの、そうですね、ちょっとここに今用意してなかったんで、いつもの用意しておくの忘れましたけど、もともと水瓶座というのは11ハウスですよね。で、その反対は5ハウスが獅子座になるんですけど、これは違いますけどね、原型はそうなんですよね。獅子座はどちらかというと太陽で、俺はジャイアンと自分を本当に外に主張していくエネルギーなんですが、水瓶座の方はそれをもっとインパーソナルに引いてですね、仲間、この地球にいる全ての仲間たちと一緒になって、その中で自分をいかに個性的に生かすかというエネルギーなんです。ただどのサインもその波動 の進化のレベルでまだ低い波動で生きているときは、水瓶座の場合はその大きなその仲間の中に埋もれて仲間に同調しようとするエネルギーになってくるので、その中で自分の個性と仲間の中で、個性よりも仲間全体の意見の方 を優先してしまうために、そこに葛藤が起こってきます、ね、それを一歩上に上げて波動が上がってくると、そのライクマインデッドと言いますけど、英語で本当にこう、まあ、トライブですよね、自分の仲間である人たちとつながっていったときに、一人一人が個性豊かなまま、でも共通点はここだよねっていう形でつながっていける、うん、その全体の仲間のこう、例えば社会主義なんかがいい例だと思うんですけど、社会主義の主義が前面出て個性が埋没してしまう、でそこにギャップがすごい流れていましたね、ありましたね。そこが一人こう、みんなが本当に平等でいていいんだけれども、一人一人の個性も大切にできる、そういった時代がこれから来る水瓶座の時代になってくるんだと思うんですけど、その時にね、やっぱりいかに、周りからどう見られるかというようなことを気にしすぎずに、まず自分はこう思うんだ、自分はこうしたいんだっていうことをしっかりと自分のハートの内側と向き合って伝えていく、語っていく、そういう勇気を持てるエネルギーが11なんです。ね。だから、この11は非常に個性的なインディビジュアリティのエネルギーでもあります。ね。で、やっぱり本当の自分が本当に感じていることをしっかりと語って表現していく勇気を持ってですね、
そうやって生き始める時です今ね。そして自分の太鼓を鳴らすというかね、周りの人がこう言うからお母さんお父さんを喜ばすためとか、そういうふうに私たちはどうしても条件付けされた中で生きてきましたけれども、もうそろそろ自分にそういうことを許していける時が来てるんだなとつくづく思います、ね、そして、この2018年の2月はですね、これ13になるんですね。で、13というエネルギーはちょっと先にお見せしましょうかね。11のエネルギーは何かというと、これなんですね。ジャスティスというタロットで言うとジャスティスのカードになります。マルセイユ版だと、11はストレングスになるんですけれども、ここ入れ替わるんですけれども、でもストレングスにしてもジャスティスにしてもですね、ジャスティス分かりますか？ジャスティスというのはまあこう天秤持ってますけど正義ですよね。だからいかにバランスをとって自分らしく生きながら、でも周りの人、自分らしく自分生きることを自分に許せてる人は周りの人が一人ずつ自分らしく生きることも許せるんですね。ね、うん、そういうバランスをとっていく。でここにですね、こうピラーが、柱がありますね。でこれが1シャス1で2になるとこのハイプリスです、女教皇になるんですけれども、ここにも柱ありますね。陰と陽の柱とか意識と無意識とかね、いろんなまあ二元のありますけど、そこをいかに統合していくかっていうことが大きなテーマになってます。そして2018年の18というエネルギーはもともとね、ムーンの月のカードなんですね。で今年は本当に満月から始まって1月に2回も満月があって、ですぐ月食でこう日食とというふうでという形でね、ものすごく月のエネルギーが激しい1年になります。ですから、この月にもここにね2つこうゲートがあるの分かりますか？今本当にね、大きなゲートウェイ、ポータルが開いてるんですよ。この食というのは太陽、スピリットとまた地球ですね、そして月、ね、ソウルですね、それがピタッと重なった時にしかできないんですよ。そこで重なった時に大きなポータルが開いて、わっといろんなエネルギーが宇宙からさっと入ってきます。クリエーションのエネルギーが全て。だから強烈なんですよ。で、それを本当にこの間のスーパーブルーブラッドムーンの観察をしても感じましたけれども、あまり今日は詳しくは申し上げられませんけれども、この3つのカードを全部見てもですね、とても共通点があるの分かりますか、ね、で月はやっぱり満ち欠けをしますから、いろいろ不安定なところになることもあるんですけれども、でもなんていうのかな、よく自分の内側と、ね、同調していくことによっていろんなものが出てきたときに、自分の内側のリズムを大切にしてしっかりとそのこう湧き上がってくるいろんなエモーションをね、感情をね、しっかり噛み砕いて消化する時がとても大事です。今度の新月までの間にそれをすることがとても大事です。それが、まあ、蟹座のエネルギーでもあるんですけど、その辺は、進化先生学じゃないや、コンシャスネスアストロジーの入門コースのを取ってくださってる皆さんはよくわかると思うんですけれども、もう1にも2にも今はしっかりと自分と向き合う時間を取りましょう。リトリートすることがとても大事です。お正月も終わってね、立春になりましたしね、ちょっと一息ついた頃だと思うので、ちょっと意識をしてですね、この15日、16日までの間にですね、1日、30分でも15分でも時間が取れたら、しっかりと自分と向き合う時間を作って、瞑想をするなり、自分の感情をしっかりと感じきってですね、そして、一つ一つそれを受け入れて、噛み砕いて、飲み込んで、プロセスして、いらないものは手放すという作業をしていきましょう。そして、本当に次のこの16日、15日のこの日食で新しい種をしっかりとまくということがとても大事です。ね、この日食月食のタイミングにまいた種は、半年後に大きな実りとなって戻ってきます。そして、特にこれだけパワフルな食の場合は、半年と言わず2年後になって、もう2年後まで、ね、影響しますので、2年後というのはちょうど2020年で大きくエネルギーがシフトしていくときですね。ですから、本当にね、今、
今しっかりと生きていくというのはとても大事なことです。宇宙のエネルギーをしっかりと理解して、そのエネルギーと自分の内側といかにこう、アチューンしていくか、同調していくかということが大事だと思いますよ、ね、そして13なんですけど、13は、タロットで言うとデスのカードなんですね。だから2月はやっぱりここで大きくですね、トランスフォーメーションになっていくエネルギーなんですよ。です。死というと皆さん怖がる方多いですけれども、ですというのはこれは、一つのステージが終わって新しいとこに生まれ変わるトランスフォーメーションそのもののエネルギーです。で、今回昨日確かオラクルカードリーディングを皆さん提供しましたけれども、トランスフォーメーションのカードがまた出てきてましたね。ここ数週間ずっといろんなところで出てきてますから、今本当にいらないものはしっかりと死の中でこうありがとうと言ってですね、レッドゴーする中で新しい何かが始まるタイミングなんです。そして13は 1+3 を4にすると、このエンペラーのカードになるんですね。で、4というのは非常に何ですかね、ベースを表します。で、アストロロジーでも第4ハウスというのが蟹座がルーラーの第4ハウスですね。で、そこは IC という一番、底辺ボトムになっているところです。ですから自分の内側の一番基本になる、一番プロエベータのところなんです。でもそこが基盤になって初めて、第4ハウスというのはですからご先祖とかそういったことも表してくるんですけども、そこを表す4が今年の2018年の2月のエネルギーなんですよ、ね、だからやっぱり本当に今私たちがこの今月今取り組んでいることは、自分のベースをもう一回しっかりとですね、地球にグラウンディングして宇宙のクリエーションのエネルギーをしっかり受け取って、地球と一緒になってですね、私たちはこの地球というところで体を肉体を持ったまた物物質と一緒になってですね、いろんなものを具現化していくことを経験するために魂が生まれ変わって今肉体を持ってますから、そこをしっかりとね、もう一度原点に戻って自分の基盤を作り直していくことができるエネルギーが今月は流れていると思います。さあ、そしてですね、ちょっと待ってくださいよ、ここですね。で、US の方は15日になるので、これは全くこの間の先月の新月とも同じになるんですけども、これ19になります。19は足すとですね、ごめんなさい、19は、ごめんなさい、19はこれ間違ってますね、13に1と5を足すとですね、14、19ですね、11と9を足すとこれあれですね、0ですね、で1になってきますね、はい。日本、アメリカの皆さんの場合はこれが19になって10になって1になりますから、やはり何か新しいものをスタートしていく感じ、日本の皆さんの場合16日になりますから、これは20になってこれ2になりますから、この11の2というやっぱり陰陽のバランスですよね。それがとても大切なエネルギーになってくるんじゃないかなと思います。さあ、19をちょっとか計算し合わせ忘れたんですけど、19というのはこの16が18が月の後の19は太陽なんですね。だから本当に US の皆さんの場合は太陽をしっかりとですね輝かしていく時なんじゃないかなと思いますけど、日本の皆さんの場合は20になるので、20はジャッジメントのカードが来ていますね。ですからやっぱここはね、まあ、審判のカードですけれども、やっぱり本当にこうやって生きていくんだっていうカードですよ。もうこの日食で皆さんが、私はこうやって自分らしくこう生きていくためにこういうことを一つやろうというふうにね決めて種をまいて一歩行動を起こしていた時にね、その時にちゃんと宇宙に頼むんですよ。私はこんなふうに生きていきたいからサポートしてください。そう自分が言った途端にですね、たくさんのサポートのエネルギーが入ってきます。これは今年のオラクルカード、年間のオラクルカードリーディングでもそういうカードたくさん出てるしね。ですから本当にパワフルな、日食だろうなと思いますね。そして最後がサビアンシンボルなんですけれども、水瓶座は28度になりますね。28度は切り倒され、ノコギリで引かれた樹木は冬の薪の供給を確実なものにするという
風に出てますね。ちょっとなんか、録画するところがずれちゃったみたいですけども、やっぱりね、いろんな、この切り倒された、のこぎりで引き当てた樹木というのは、なんか私は今、パッとイメージ的に浮かんだのは、この1月31日の月食でいろんなものが浮かべ上がってきたときに、どんどんレッドゴーしましょうねというお話してますね。その感情をレッドゴーする中で、ね、でもレッドゴーするためには何しなきゃいけないかというと、しっかりとどんな感情も自分で感じきることを許すことが大事ですよってずっと言ってますね。私たちは、これはコンシャスネスアストロロジーの入門コースの皆さんには次回の講座でしっかりお話しますけれども、感情と向き合っていくときのとっても大切な点はね、特にトラウマと言われているようなものはね、その時にあまりにも苦しすぎて、その感情を思い切り感じきって消化することができないような状況に置かれてた人はね、過去世でね、もうそれを麻痺させて感じないことで生き延びてきたことが多いんです、ね、ですからそういったものが、でも感じなくさせていても体は感じてるんです。魂は感じてるんです。それをマインドで感じなくさせてずっと押さえつけてきたものが、今皆さんの中で何かしこりとなって、クツ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 っていつもいつも何か繰り返し、同じようなことを繰り返していく、まあ、場合はそういうトラウマとして埋め込んでいるものがあります。ホロスコープを読むとそれがよく見えてくるんですけれども、でそういったものをとよく向き合うことで、まず受け取ることが大事なんですね。だから今は、あ、自分はなんかこんなちょっと人をこう恨んでしまったり、怒りを持ってしまったり、許せないって思ってしまったり、そういうこうあまり愉快じゃない感情をどうしても手放せない自分がいる場合ね、そういう自分を嫌うのではなくて、あ、そういうような経験をしたことがある魂なんだなっていうことをまず気づくことが大事です。そして、ああ、自分は怒ってるんだな、自分は憎いなと思ってるんだな、許せないと思ってるんだなっていうことを、まず自分で感じることを許してあげましょう。許せないと思って、それを誰か周りの人にその感情をぶつける必要はないんですね。でも、あ、許せないっていうぐらい怒ってるんだな、辛かったんだなっていうことを許してあげましょう。そしてそれをしっかり噛み砕いてゴクンと飲むんです。そして飲んだ後で皆さんの中にそれは血となり肉となっていくんですけれども、そうすると今度はその感情をずっと引きずることがもうなくなるんですね。自分の中にも入ってしまいましたから、あとはその感情をしっかりと、もうこの感情をずっと引きずったまま生きるのか、しっかり統合してその感情から学んだ経験を糧に、その感情を感じた経験があるからこそ、他の人がそのような苦しみや痛みや憎しみや怒りを覚えるときに、その方の気持ちが分かってきます。だからそこは大きな宝なんだなということで、いらないものはしっかりと宇宙にお願いして手放していくというリリースをするリチュアルをしてみましょう。今度ですね、いつか皆さんに、そういったウェブナーでですね、瞑想などのご希望が多いので、ワークをこれから少しずつご紹介していこうと思ってますけど、それとこのサミアンシンボル重なるんですよ。私、切り倒さえノコギリで引かれた樹木は冬の薪の供給を確実なものにすると、この切り倒されノコギリで引かれた樹木というのが、私たちがずっと埋め込んできて、潜在意識とか、何ですか、無意識の中に埋め込んできたものが今、さそり座の木星のおかげで外に出てきて、私たちがゴクンと飲める状態になったものですよ。それをしっかり飲むのゴクンと飲んだときは、今度は冬の寒さをしのぐ薪の供給源として、皆さんがこれからもっと大きな試練を乗り越えて、チャレンジを乗り越えながら、魂を進化していくときの大きな燃料というかね、フューエルになっていくんだろうなと思います。ということで、ちょっとあまりまとまりませんけれども、私は今回ですね、
このホロスコープを見てですね、本当にそんなようなことを感じています。ぜひですね、皆さん、今からでも遅くありませんから、この2018年から22年の、ドラスティックなですね、星の動きを、おまわり先生から直接、いろんなお話をされながら、たった2時間ですけれどもね、ぜひぜひ先生の素晴らしい英知をですね、とエネルギーをですね、味わっていただけたらと思いますね。そして、17日の方はですね、進化先生学の肝になる部分を、先生が説明してくださいますから、もちろんこの1日だけで全てが分かるわけじゃないです。とても複雑な体系ですから。でもそれで興味を持っていただけた方はですね、また私のコンシャスネス入門、アストロジーの入門コースから始めていただいて、少しずつ、もしくは有料のウェブナーで私が少しずついろんなことをですね、これからも皆さんに情報発信していきますので、ぜひぜひこの、なんていうんですかね、この素晴らしいタイミングで起こる、ワークショップにぜひいらしてみてください。そして懇親会でね、先生と私と皆さんと、もうちょっと深くですね、お話しできることができたら嬉しいなと思ってます。はい、それでは今日はこのくらいにしてですね、いよいよ私は皆さんに会いに、もうすぐ飛行機に乗って日本に帰ります。はい、それでは皆さんと、今度は、東京でお会いできるのを楽しみにしています。素敵な、日食、新月をお迎えくださいね。 Thank you so much and so much love.